2200日ぶり共演のリーダーは、カトリシンに続き、草薙強しも参戦。スタート車ほぼなし、24時間テレビを救うのは、伝説のスマップか。8月31日、9月1日の超大型特番、24時間テレビ47。日本テレビ系内で放送されるスペシャルドラマ、金ちゃんのすみちゃん、萩本金一を愛した女性、31日午後9時頃の語りを、 草薙強し50が担当することが発表された。金ちゃんのすみちゃんは長年テレビ界を支え、24時間テレビの初代総合司会を務めたタレントの萩本金一83と、2020年に逝去したその妻すみ子さんとの半世紀にわたる物語を描くスペシャルドラマ、主人公の金ちゃんを伊藤厚し40すみちゃんを春33が演じる。 本作には、金ちゃんのマネージャー役で、カトリシンゴ、47が出演することが発表済み。草薙はナレーションだが、スマップ時代から人気の新強コンビが間接的に共演することになるため X、旧ツイッターは沸騰している。ドラマで新強のある意味共演シンゴちゃん出演で、強ポン語り、このドラマは見逃せない。ドラマは絶対見ます。強ポンも絡むのか じゃあ、久しぶりに見てみるか。正直な話本当は24時間テレビ見る気がしなかったけど、その時間だけ感させて、もらいます。といった放送に期待を寄せる声が多く寄せられている。今年の24時間は寄付金の着服騒動や旧ジャニーズの問題、天候の問題もあって逆風が吹きまくっているだけに、新津ツのキャスティングはとても明るい話題ですよね。 ワイドショー関係者、24時間テレビをめぐっては、2023年11月、日テレの系列局である日本海テレビの経営戦略局の局長、懲戒解雇され、今年7月に業務上横領の疑いで書類送検されたが、24時間テレビの寄付金や会社の売り上げを着服していたという不祥事が発覚。キャスティング面では、ジャニー北川氏、 去年87の加害問題が大引いており、保護犬トリミングのコーナーを務める嵐相葉雅紀41以外、新事務所スタートエンターテイメントのタレントはほぼ出演しないとも言われている。極め付きは強い台風10号の進行が当初の予測から大幅に遅れており、29日朝の予報では週明けにかけて比較的遅い速度で西日本から、 東日本に向けて日本列島を縦断すると発表。24時間テレビで安子25がランナーを務めるチャリティーマラソン企画、31日の夜7時から米の影響。最悪の場合は企画の中止を危ぶむ声もある。寄付金着服で番組は信頼を落とし、数字を持つスタロ社タレントがほぼ起用されず、台風も直撃の可能性が、 今年の24時間テレビは30区の状況にある。それだけに番組サイドとしてはカトリと草薙の人気に期待しているところはありそうだ。今回24時間で共演するカトリさんと草薙さんは2005年の同番組も2人でメインパーソナリティを務めていましたが、その年の24時間の平均世帯視聴率は19.0%、関東地区。 ビデオリサーチ調べで、瞬間最高視聴率は41.8%。歴代最高視聴率として、現在まで伝説は破られていません。そして、05年の24時間のエンディングでは中井雅宏さん、52木村拓也さん、51稲垣五郎さん、50も登場し、スマップの5人が勢揃いする演出も大盛り上がりでした。日テレとしては、 新強に加えて、さらなるスマップメンバーの登場も期待しているのではと、前室のワイドショー関係者、カトリ、草薙、稲垣は2016年末スマップの解散、その後のジャニーズ退所後も、新しい地図として共に活動を続けていることもあり、シンゴくんのキャスティングで、五郎さん勝つよポンか関わるだろうな。とは思ったというファンの声も寄せられている。 20年3月末に独立した中井も、カトリとは昨年4月30日放送の、松も2中会富士テレビ系、現、誰かトゥーナ中井で、2017年4月22日に放送された、スマエス a テ i オ n テレビ朝日系以来、およそ2200日ぶりの共演を果たし、世間を沸騰させたことは、記憶に新しい。 木村さんはまだ香取さんらとの不仲説がある一方で、中井さんは日テレのレギュラー番組、世界行天ニュースが今年で23年目。日テレとの関係も間違いなく深く、以前に比べると明らかに元スマップ同士の共演のハードルは低くなっているところはあって、日テレ関係者でなくても出演を期待したくなりますよね。24時間に対して今、 疑問や嫌悪感を抱いている人は多くいますが、元スマップのメンバーに理由のない批判が飛ぶことはない。それくらい彼らの好感度は高く、事実として、X では今回の新強共演の発表でドラマだけでも見てみようかなと、24時間に対する態度を軟化させている人もいますからね。日テレとしても、看板番組の窮地に、 過去最高の視聴率を叩き出している伝説のグループのメンバーに期待するところは大いにありそうですが、カトリさん、草薙さん以外の登場は果たして全同。様々逆風に吹かれる24時間テレビだが救うのはスマップなのかも。松も2中井で約2200日ぶりに中井とカトリは公の場で再会した。 プライベートでは解散後も連絡を取り合うなど交流は続いていたことを同番組で明かしていたこともファンを喜ばせた。